40分歩き回ってついに森の邸宅を発見。中を捜索してみるが特に何もない。建物に火をつけアイテムだけを取ろうとする。しかし自分にも火がつき死んでしまった。ギャー。燃えた建物からも特にいいアイテムは見当たらなかった。登録。はい、それでは前回は森の邸宅ついに見つけることができたね。でも何もなくって燃やしちゃったね。今日も新しいレアな建造物探しに行きたいと思います。それでは張り切って行きましょう。マインクラフト。やった。砂漠に出た。やったぞ。ようやく森を抜けたね。これであるんじゃない？ちょっと探そう。嘘。めちゃくちゃラッキー。砂漠があったし、砂漠の村も発見。ちょっと待って。クモの巣だ。ゾンビ村か。あ、でも、ここのベッドにお邪魔しようか。前回の村のアイテムはもうあらかた持ってきたのよね。なので、ここに拠点を置きましょうか。うん、ここにしよう。え、これなんだっけ？これスイカ？スイカだ。スイカとか、おお、いっぱいアイテムはありそうだね。あらかた取ってから砂漠に出ましょう。よし、それではね、アイテムもだいぶゲットできたことだし、行ってみましょうか。ここのね、街の周り結構穴とかもあって、鉱石もかなりありそうな感じだよね。なかなか良さそうな場所だ。アイテムはもう、ほぼ持って帰ってきたから、あそこを拠点にして新しく、掘り進めたりね、したいと思います。で、ピラミッドだけども、ピラミッドっていうのかな？砂漠の寺院かな？わかんないけど。あれ、1年ぐらい前に俺やってた時に、発見したことあるのよ。発見して、入ったのはいいけども、思いっきりトラップに引っかかったもんね。トラップに重くそ引っかかって、もうアイテム、もうおじゃんにしちゃったんだよな。なんで今回は、本当に、トラップに気をつけて、行きましょう。この山ぐらいから、見渡してみようか。多分ね、結構砂漠って広いんでしょ？見つけるのにもまた時間かかりそう。森の邸宅見つけるのに、あれ、40分ぐらいかかったもんね。あった！あれだよね。あったぞ。ちょっと待って、他は？上から見るとすっごいわかりやすい。なんかここの岩山もさ、怪しいか。違うか。ただちょっと模様がついてる石なだけか。やった、一発じゃん。町からすぐ近くにあった。あれだね、砂漠って、今回のフィールドではかなり狭いね。狭いからすごくわかりやすい。よし。では、早速入っていっちゃいましょうか。下だもんね。下のところに、アイテムがあるんだな。こっち側は別にね、なんもなしだ。ここら辺から掘ってみようか。あれ？こっち？あった！ここだ。え、でもこれ、そのまま直で下に掘っていけばいいのか？問題はこれをどうやって登るかだよな。あ、登れる。3マスずつ掘っていけばいいんじゃない？3マス掘りで行きましょう。で、真ん中のあそこを踏んじゃうと、アウト、なんだよね。だよね。下に TNT があるもんね。あった。あ、回収しとけばいいんじゃない？これ。最初からさ。こんな感じで。
回収していけばいいじゃん。あら、ちょっと待って、 TNT 取れない、もったいねえな。ちょっと待って、あ、いいのかな、松明をこんな感じにして、あー、なんかこれベッドとかいっぱいやたら持ってんな。松明をとりあえず置いとこう。あー、なんかいらんことなってんな。いや、 TNT 持って帰りたい。 OK、 TNT 持てました。で、これでいいのか。 OK、トラップはこれで全部ぶっ壊したね。 OKOK、 でアイテムがさ、あー、いらないやつも全部ぶち込んどこう。いらないやつはもうぶち込んでいきましょう。あー、スイカやたら持ってんな。 OKOKOK、 まあまあいるやつは回収して、おーと鉄か、まあ別にいらないね。金のリンゴ美味しいです。こんなもんか。で、こっちは、おお、火薬がいっぱい。これ鉄の馬のあの鎧がかなりあるね。はいはい、これ間違えてさ、こう下に落ちちゃった場合はもう上がれるか、なんとか上がれるか。周りを壊して上に上がっていけばいいんだもんね。金のやつもあるぞ。いらない。あー、なんか、結構パッとするやつっていうのは、ないんだね。はい、オッケーオッケー。まあまあ、とりあえず、アイテムは、回収できたから、これで上に登っていきましょう。あ、3マスとか別に削らんでよかったな。あれ？あ、なるほど。こういうことね。オッケー。はいはい、無事生還。うん、まあまあまあ、もうあのトラップには引っかからないよ。砂漠の寺院、まあピラミッドなのかな。クリアです。簡単だったな。はい、それでは今日は砂漠の寺院発見してクリアしてみました。もうトラップには引っかからないね。あとレアな建造物はもう少しあるんだよね。海底遺跡みたいなの行ってみたいな。海底神殿か。でもあそこに行くには息ができるようなエンチャントをしなきゃいけないみたいで、これエンチャントまだ一回もやったことないんで、エンチャントにも挑戦してみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。